どうも、静岡県住みます芸人、あっち、こっち、サコリチです。はい、もういい天気でございましてね、とてもこのいい天気の日にですね、今年も行われております。学生フォーミュラ2023ということで、今エコパに来てるんですけども、熱戦激戦が今繰り広げられているわけでございますよ。去年、静岡の理工科大学が優勝したということもありですね、やっぱりこのエコパでやっている静岡県でやっているということもあり、やっぱりこの YouTube チャンネルでですね、それは追っかけないとダメだろうということで来させていただきました。いろんな方にねインタビューとか、この、大会の様子などをねこれから、お伝えしようと思いますので、最後までよかったら見てみてください。それでは早速行きましょう。ここがですね、このフォーミュラに出る大会に出る人たちが、実際に あそこ、ね、今まさにこの中に入ろうとしてますけど、実際に大会に出る人たちが自分たちのマシーンの調子とか自分たちの運転とかを調整するために使う練習場ということで、ここでね最終調整を行ったりするわけですよね。だからちょっとなんかわかんないですけど、本当僕の感覚かもしれないですけど、空気感がちょっとピリついてますね、ここら辺は。微調整していくんでしょうね。いや、かっこいい。すいません、申し訳ないです。その練習風景ずっと見させてもらってまして、どんな感じなんだろうなって。一応その練習を終えて今いろんな調整してると思うんですけど、自分たち的にはどんな感じに今仕上がってる状態なんですか。そうですね、もうエンジラーの工事の最後はドライバーが終わって、今ドライバーの鳴らし運転がもう終わればもう完璧です。あ、そうなんですか。マシン的にも、もうとりあえず大丈夫そうな感じ。ポテンシャル的にも完全にもう高まった感じで、あとはもう想像にしてないような何か変なことが起きてくれないことを祈るばかりですね。やっぱでも怒っちゃうもんなの。そうですね、やっぱり昔のとかを見てると全然その時気に入ってなかったようなところだったので、不思議ですよね。本当に細かくこうやって調整されてるのに、そうやってトラブルになっちゃうこともやっぱあるんですね。そうですね。わあ、ドライバーさんの調子もやっぱ今はもう大丈夫なんですか。そうですね。まあ一回寝てもらって、さっきも寝てもらった。そっかそっかそっか。もう極力体力削らせないように。二回。そっか、そこの体力勝負にもなりますもんね。そうですね。ドライバーもやっぱり。そうですよね。まあじゃあちょっとねこれからねまた走行が控えてると思いますんで、はい、すいませんお忙しいところありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。を出せる車っていうのはそんなに簡単に作れるものではないので、まあ、時間をかけて設計開発をやってきたんじゃないかなと思います。さあこのタイム、このラップも注目していきたいところですが。
すごいな、前輪浮いてた。ここも1分5秒256安定しています。あんなキュルキュルキュルってなるんだね。あそこの上、あそこら辺がすげえ。非常に定評のある大学でしたし、これやっぱ結構早いんです。結構早いんですか、やっぱりドライバーというか、なんか1分5秒はとかすごいタイムだってさっきおっしゃってたじゃないですか。今日は多分初めてぐらい。だいたい相場でいうと何分何秒ぐらいなんですか。あ、10秒らへん。1分10秒前後が基本だけど、今回1分5秒だから信じられないタイムだったんですね。なるほど、ありがとうございます。ということで、去年優勝の静岡理工科大学さんの今ブースに来ておりますけども、今からちょっといろんなことをお聞きするんですが、ちょっと自己紹介の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このフォーミュラを作るっていう中で一番大変だったところとか、特に気にして作ったとかっていうところはどこなんですか。基盤、場所でいうとどういうところですか。それの前側の前側、この中に、この中にそのコンバさんが、はい、あの特にこだわった基盤が入ってると。はい、そうです。車両が動くのが主要な部分になってますので、はい、力を入れて作った。すごい。触るのもなんか壊してしまいそうで怖いんですけど。そうなんだ。で、今年からこういうシステム導入しましたみたいな、なんかあるんですか。こういう発表した時に行ったんですが、はい、パーソエアロパーソ、この前のね、はい、でどういう改良を加えたんですか。今まではこう、二次元的な平面のビーグだったりとか、はい、こういう特典が今年は制作に力を入れている。見ていただける、触っていただければ分かるんですけど、はい、かなりこう、すべすべというか、ああ、そうですね、綺麗な面が出てくるやるのも、うん、こう、知識だったり必要になってくる。そっかそっか。いや、すげえな。車作れるものなんですね、こうやって考えると。そうですね、まあかなり高度なことが、うん、とこを終えたということで、どういう結果になったんですか。まあ、効果の部分ではいらっしゃってたり、まあ、例えば、本日行われたインディアンスクリームで、入手されてしまうが、発生できなかったり、気がしぶりかに終わってしまったというか。あ、前回優勝したところからの、その、まあ、普通では味わえない経験があるわけじゃないですか。そこから今年、このような結果になったみたいな、その、なんか、思い当たる原因とかあったりするんですか。
今日走ってみてどうでしたか？Okay, this is my first time to driving in the track. So before I coming, I have a game, video game, play and simulation every day. When I come here, I'm looking for the racing line, looking for the surface. Me? Yes. One minute six. Oh. For me, I'm looking in video YouTube. Last year, only in Japan, in Japan teams used the target, but today, nearly. It's a very, very proud of me. Yes. Ah, 興奮して。このカメラに向かって喜びを表現してみてください。Okay. For today, our team is very very thank you for everyone, the staff, any team, another team, and for the steward to translator for me, and thank you Japanese guy, Japanese girl, and everyone to welcome me in Japan. Next year we're going to electric car. Yes. Oh. And please let's see again. ということで、今回ね学生フォーミュラ大会2013、見てきましたけども、いや、やっぱりねこの学生さんたちがね本気になって今日の日に向かって本気でその車を作るという、で車を作るだけじゃなくて当日運転をしないといけないというね、でこの要はドライバーさんと車というこの2つのものを成立させないといけないという、なんかそこにやっぱロマンが出てくるし本気さっていうのがすごい伝わってくるし、でまたうまいこと言ってたのに当日になったらエンジントラブルになるとかね、そういう残念な部分がもちろん起こるんだけども、またそこにもう一個違うロマンが出てくるんだろうなとか、なんかそういうことを考えながら、今回大会を見てたらすごくなんか熱くなっちゃいましたね。前回優勝校だった静岡理工科大学さんもね、またちょっと残念な結果にはなりましたが、今回これがあったからまた来年ねさらに頑張るとかっていうことにもなるんでしょうしね、なんかすごく、いい貴重な体験と、そして、元気をもらえたような気がします。はい。そしてですね、ここで皆さんにお知らせがあります。もしねよかったらですね、もう本当どんなことでも結構ですので、僕たちがいろんなところに行ってね取材をします。でここにもしよかったら取材しに来てくださいみたいなことがねありましたら、動画のコメント欄の方にですね気楽に気軽に書いてみてください。はぁ、楽しかった。